もう道中も慣れちゃってね、スイスイ行けるようになっちゃいましたよ。もう、もうサクサクですよ。びっくりするぐらいサクサクですよ、もう。ほら、何が？はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、頑張れゴエモン雪姫救出絵巻やっていきたいと思います。いきなりダメージ受けまくってますけどね。はい、前回ですね、こちら奈良まで来まして、まあボスまで行ったんですけれども、まあボスにね、ボッコボコにされたということで、今回はね、そちらのリベンジから思い思いやっていきたいと思い思い、いきます。さあ、ボスまで戻ってきました。とりあえずあの元気玉力士を倒すしか攻撃当たってないですね。痛い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 。攻撃が当たりませんわよ。攻撃が当たりませんわよ。やめてほしい、やめてほしい。やられたー、テヘペロリンチョ。さあリベンジです。もう何回目のリベンジか分かりませんけど、攻撃当たってるのかな。これやられた、一瞬でやられた。攻撃当たってるんですかね。よし、今度こそ。当たり判定がない。痛い。ふっ、やられた。勝てない、勝てないですよ。体力が2しかない状態でどう戦えという感じではございますが一瞬もう道中も慣れちゃってね、スイスイ行けるようになっちゃいましたよ。もうもうサクサクですよ。びっくりするぐらいサクサクですよ、もう。ほら、何がさあ今度こそ。痛い。当たってますね。あー、高さだ、高さをやっぱり意識して戦うことが大事。次勝てます、次勝てますよ。さあもう何度目かわからないリベンジですよ。とりあえず片っぽからでも倒してしまった方がいい気がする。ふっ、うまい、来てる。片っぽ倒した。お、それぐらい全体にバウンドしてくれた方が正直避けやすいですよ。あ、倒した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 。何ですか、何ですか、何ですか。お、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 何ですか、何ですか。おお、え、マジですか、マジ、マジ、マジですか。そういうやつ。あ、そんなに強くない、そんなに強くない。お、倒した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 。いや、でも、なんか HP バーいっぱいある。え、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 ちょ、お、お、ここアンチだ、ここアンチだ。よし、勝った、勝った。よし、このまま押していきましょう。倒したでしょ。でも、まだ HP 半分ぐらいありますね。ふむ、なんか、どんどん気持ち悪くなってるんですけど。おたふくですね、おたふくですね。倒したでしょ、倒したでしょ。まだある、まだある、もうちょっと、もうちょっと。ポン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 。はい、なんかだんだんでかくなっていってません？だんだんでかくなっていってません？でかくないですか？でかくないですか？でかくないですか？でかでかでか。倒した、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 倒したでしょ。よし、あ、何ですか。やえ、やえちゃん、私はくのいちのやえ。おお、やえちゃん、偽金作りの事件を捜査していたらボスはやえちゃんだった。おたふく隊に捕まってしまったの。あなたも何か探しているようね。伊賀の物知り G を訪ねるといいわ。伊賀、伊賀忍者。八重ちゃん、八重ちゃん仲間になってくれるんですかね。お、花火ですか。玉や鍵やパーン。お、いっぱい上がりますね。豪勢ですね。イエイ、苦戦しただけあって。おたふく隊の基地に雪姫様はいなかった。そこで二人は八重ちゃんが教えてくれた物知り爺に良い知恵を貸してもらおうと伊賀の忍者村を訪ねることにした。伊賀の忍者村。じゃあ次の舞台は伊賀ですね。はい、ステージ5、侵入忍者屋敷の末期。ピーン、
よし、では引き続き、うわばばばばばば、ちょちょ、子連れ狼、確かに子連れ狼ガトリング撃ってきますけど、なんか敵がだいぶえげつなくなってきましたね。村の外れの忍者屋敷には大層変わり者の物知りなじいさんがいる。妙なからくりを作っていて、滅多に会うことはできないらしいよ。ほーん。まあ、今回もおそらく苦戦することでしょう。ちょ、危険地帯が過ぎませんか、ここ。お、賭けできますね。よし、やります。だいたい台にかけてれば勝てるっていうのはもう分かってるんでね。全額突っ走しますよ。お金が足りない。80両突っ走しましょう。さあ、来なさい。どうですか？は？負けた。お金がなくなった。許されねえですわよ。やばい。この橋で子連れ狼が出てきたら結構まずいのでは。えい。なんとかなってます。子連れ狼は下から叩けば多分そんなに。風の又三郎みたいなのは。まあ別に特殊能力はないか。なんか飛ばしてくるわけではないですね、別に。宿だ。宿泊まりたいんですけど。ちょっとお金が足りないんで稼いできますね。ゴエモンお金足りない。くっ。あと20両。落石？なんか、超危険地帯じゃないですか、伊賀。やばくないですか、伊賀。伊賀やばくないですか。ああ先に休みましょう。はい。止まります。あ、出ちゃった。止まる。止まる。ヒルトン。梅。せや、みすぼらしいけど、体力が回復しさえすれば、文句は言いませんわ。全回復まで行くかな？行かない気もしますけど。ちょっと行かない。ちょっともう一回60両稼いで、もう一回体力マックスまでしときたいですね。残機ないし。さあ、一回ね、やられてゲームオーバーになって、結果的にまたオタフクを倒したわけでございますが。はい、ということでね、体力的には全回復したので、先にガンガン進んでいきましょう。おー、落石。こっちでいいのか？なんですか？なんか、イノシシ？お、ここお店なんだ。へい、いらっしゃい。おにぎり欲しいですね。たっか。何も買えないですね。諦めましょう。仕方ない。進むしかない。イノシシですね。ここは、民家かな。この道場で、道場、お金がないです。スクワット2000回。セーブがしたいんですよね。大江戸ツーリストを探したい。ここであることを祈る。違う。あー、なんかすごい、兜と片びら欲しいな。兜と片びらは、敵の攻撃をね、無効化してくれるんで、ぜひ買いたいんですけど、お金がない。貯めるか。でも、ここね、結構、危険地帯なんで、貯めようにもね。あ。貯まる。貯められますね。これ、あれですよ。子連れ狼地帯で戦うより楽ですよ。よし。稼ぎますか。360両ですね。装備品を全部買うのは。ちょっと頑張りますか。イノシシ相手に勝った方が、お金が儲かるというのもまた、皮肉というか、ある意味で、あれですね、自然の摂理なのかもしれないですが、とにかくお金は貯まったので、いろいろ買い込みましょう。はーい。買います。鉄兜と、片びらと、おにぎり買います。すごい、こんなに潤ったことが今まであっただろうか。いや、ない。よし、行きましょうか。じゃ、イノシシには気をつけてね。こことかもショップですかね。大江戸ツーリストが欲しい。来たー！旅日記つけまーす。はい。つけます。よし、これは大事な旅日記ですよ。保存しておきましょう。ティロリン。オッケー。では。行きましょう。物知り。G はどこにいるんでしょうね。実はこう、あ、ダメですね。行けませんね。うん。そりゃそうだ。斜め方面がまずい。
すごい山道ですけど、爆弾投げてくる。こっち確かになんか、いろいろ、物知り地いそうですね。忍者屋敷が近そうな。明らかに忍者ですね、爆弾投げてきてるの。痛い、あ、これは、痛い、兜壊れた。着いた。着きましたね。この先は危険じゃぞ。よし、ではね、今回はこの辺りで終了とさせていただいて、次回ね、こちらの忍者屋敷、うわ、怖い。忍者屋敷ね、攻略していきたいと思います。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。